望月磯子、東京新聞記者、千葉、埼玉など各県警、東京地検特捜部、東京地高裁の裁判官を経て、出産後、経済部に復帰。社会部で武器輸出、軍学共同を主に取材。世界6月、国策化する武器輸出、武器輸出と日本企業、角川新書、武器輸出大国日本でいいのか、あけび書房、科学に、防衛省の助成金制度など機構、ツイートは個人の見解です。朝日が報じた、かけ、問題だが、NHK も同じ物を入手、トップ級で報じようとしていたが、聞きつけた官邸が、その妨害のために、NHK に、眞子さまご婚約をリーク、朝日に抜かれ、かけ扱いも格下げになってしまったよう。皇室ネタを利用してまで暴かれたくない安倍首相とかけ理事長との蜜月関係。ネットユーザーの反応。偏った思想ってストレスないんだろうな。こんな風に事象は全部敵のせいにできるんだろうし。さすが犯罪者が捕まってもいいのかっていう記事を出す新聞社。リークした証拠を出せば安倍ちゃん辞任必至だよ。さあ出して安倍を辞めさせろよ。なぜ人はつぶやかずにはいられないのか。本当にそうならば記事にすればよいのに。世の中楽しそうだなこの人。石につまずいても政府の陰謀の妄想してそう。頭おかしい。東京新聞記者なんて汚れしかいねえだろ。そのスクープした朝日が官房長官にした質問がご婚約についてだけ。賭けについては読売がしてた。妨害。例によって赤ちょん新聞のこじつけというフェイクニュースでした。おつい。本社がバカだと球団も大変だな。しかし、政府与党の雲行きが怪しいとき、NHK の国会中継がないのも気になるわな。昔は国会が開いているときは、政治家がお国に顔を見せるためなのか、いつも中継していたのに、ごまかすために官邸がやったとされるものの中に、北のミサイル、地震、清原、飛鳥の逮捕 ETC があるせいで、ぶっちゃけうさんくさいんだよな。秋篠宮ご夫妻が睨んでるように見えたのって、そういうことか。パヨクは、脳みそぶっ飛んでるな。こんな数日で収まるようなニュースが、妨害になるのかねえ。フェイクニュースのエースだな。こんな気違いでも記者できるんだな。妨害。例によって赤ちょん新聞のこじつけというフェイクニュースでした。おつい。本社がバカだと球団も大変だな。しかし、政府与党の雲行きが怪しいとき、NHK の国会中継がないのも気になるわな。昔は、国会が開いているときは、政治家がお国に顔を見せるためなのか、いつも中継していたのに、ごまかで暴かれたくない安倍首相とかけ理事長との蜜月関係。ネットユーザーの反応。偏った思想ってストレスないんだろうな。こんな風に事象は全部敵のせいにできるんだろうし。さすが犯罪者が捕まってもいいのかっていう記事を出す新聞社。リークした証拠を出せば安倍ちゃん辞任必至だよ。さあ出して安倍を辞めさせろよ。なぜ人はつぶや日本でいいのか、あけび書房、科学に、防衛省の助成金制度など機構、ツイートは個人の見解です。朝日が報じた、かけ、問題だが、NHK も同じ物を入手、トップ級で報じようとしていたが、聞きつけた官邸が、その妨害のために、NHK に、眞子さまご婚約をリーク、朝日に抜かれ、かけ扱いも格下げになってしまったよう。皇室ネタを利用して、望月磯子、東京新聞記者、千葉、埼玉など各県警、東京地検特捜部、東京地高裁の裁判官を経て、出産後、経済部に復帰。社会部で武器輸出、軍学共同を主に取材。世界6月、
国策化する武器輸出、武器輸出と日本企業、角川新書、武器輸出大国に勝つにはいられないのか。本当にそうならば、記事にすればよいのに。世の中楽しそうだな、この人。石につまずいても、政府の陰謀の妄想してそう。頭おかしい。東京新聞記者なんて、汚れしかいねえだろ。そのスクープした朝日が官房長官にした質問が、ご婚約についてだけ。賭けについては、読売がしてた。